ビルヘルム・シュトゥッカート。弁護士となり、ナチ党の法律アドバイザーの一人となる。1928年に法学博士号を取得。1932年から突撃隊の隊員となる。ナチ政権誕生後にはプロイセン文化省、ドイツ教育省、そしてドイツ内務省に勤務した。1935年には反ユダヤ主義法、ニュルンベルク法の作成に携わる。 1936年には新英体大佐となり、1944年までに新英体大将となっている。ドイツ内務省で内相ビルヘルムフリックの次官となる。1942年1月に内務省の代表でラインハルト・ハイドリヒの主催した万税会議に出席している。1943年にハインリヒ・ヒムラーが内相となった後も次官の地位を保持した。 1945年4月下旬にはヒムラーはアドルフ・ヒトラーの命令で全官位を剥奪された。ヒトラーは自殺にあたっての遺言でパウル・ギースラーをヒムラーの後継内相に指名していた。しかし大統領となったカール・デーニッツはシュトッカートをデーニッツのフレンスブルク政府の内相に任じた。第二次世界大戦後、ニュルンベルク継続裁判の一つ。 大臣裁判にかけられた。懲役3年10ヶ月の判決を受けたが、すでにそれ以上の期間拘留されていたので判決後に釈放された。1953年10月に、ハノオーファーの近くで交通事故に遭って死亡した。モサドによる暗殺だったと言われる。テレビ映画、防儀では、コリンファースがシュトゥッカートを演じた。ありがとうございます。